こんばんは、ヒューです。では、ボーダーランツー続けていきましょう。ヘイシリー、タイマーセット、時間を指定してください。20分、タイマーを20分にセットしました。はい、そしたらほい、いける、よし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 、こいつがな、バダスバザードがちゃんと倒せれば、まだ倒せない。どうだ。倒したんじゃない。いや、まだいる。よし、オッケー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 。へい、いらっしゃい。突入するでも何も、もう敵俺が全部倒したけどな。はい、いらっしゃい。ほいほい、速攻で戻りたいっす。ああ、東だからあっちか。ペインイズパワー。え、こっちじゃなくない？あ、向こうか。東だからあっちか。だろ、飛び降りたはいいけど、まあどこで復活した？ここで復活したら結局意味ないんじゃん。登るか。
なんで今敵が出てきた音楽だったんだ。とう。バザードも来る。逃げ切ったぜ。そしたら。なんでジャックはあんな自分をインテリジェントに見せようとする方向性で像を作ってんだ。はい、ありがとうございます。エリスとウォリアーの居場所を突き止める。はいはい。あれですね。パイプにはメンテナンス用のはしごがかかってるはずだ。そっからパイプの中に入れる。ちっと癖がストッケードへの近道だ。
おう。おい、大丈夫か。さあ、はしごはもう使えねえな。パイプにひびが入ってる。圧力をかけてやりゃ大穴を開けられるかも。よし、それでいいんだ。ポンプステーションを探してくれ。了解。まあ2周目なんで分かってますけど。結構そのブリック自分でも動いてらっしゃったのにこっちの動きを把握してるのはすごいね。じゃあバルブを使って圧力を上げてくれ。とい。弾も痛みも盛りだくさん。マジか。あ、シールドかかってらっしゃる。俺はどこに復活したんだ。あ、そのままさっき乗り捨てたというか降りた車のとこにワープさせればよかったね。こっちから行く？いいかな。OK。 こっちから入れんのかな。入り口らしいものが見当たらないですけど。入れない。入れる入れる。ここから登るように行こう。座った。スーパーバターさんいる。あ、しかも一体じゃない。俺の肉は赤を一切れ。しまった。こういう時はもうこれを投げるしか投げるしか。
もう人、あ、これか。危ねえ。よし、残り2つのステーションでも爆発寸前まで圧力を上げるんだ。準備ができたらパイプを吹っ飛ばして中に入る。あとはウォリアーの場所を調べるだけだ。うん、簡単に言うね。おい、みんな。だ、ローランドだ。ハンサムジャックをぶっ殺してミルクセーキでも飲みに行こうぜ。なんてな、あまりに暇なんだ。死んだ奴はエコー掃除と遊んでいたのさ。リリスのおかげで鍵のチャージも着々と進んでいるし、ウォリアーが目覚めるのももうすぐだ。暇なんだね。とは。うわ、真っ赤な霧は栄養満点。オッケー。お？ちょ。やっぱ敵多いな。敵多いし、まあいっぺんに出てこられても困るけど、ちょっとまあいっぺんに出てこないだけに終わってんのかどうかもよくわかんないというか。こんな狭いエリアなのに。
もう来ないかな。よし、まだいる、まだ来る。クレンジをスタックしろ。さあ、オッケーかな。よし、オッケー。じゃあ今回、ここまでにしましょうか。ご視聴ありがとうございました。ひゆえでした。バイバイ。